はい、どうもアキキュン、アキキュンです。ということで、可愛いキャラ第2弾を作る、それでいいかな、作りたいと思います。よろしくお願いします。髪の毛の色は多分後々変えれるんで、まあそんなに気にすることないかなと。正直顔面さえビューティフルフェイスやったらまあ問題ないかなということなんで、ちょっとね、やっていきます。キャラ的にはね、やっぱりね、ちょっとね、もうほんまにうわ真っ黒、真っ黒いいなーっていうのがね、インパクトあるというか、おいおい目から笑え、目からうわ、でもほら見て、パッと見た時にほら白の方があれやん。こっちじゃないやばい、めっちゃ可愛い。白だけで全然違うんじゃない。大丈夫、そのなんかプリセット感を言えね。もうね、やっぱね、キャラクター作りはね、これはもう一番時間をかけないといけないとこなんで。じゃあ俺ちょっと、うわピンクやばい、ピンクやば、ピンクの目とかすっげえやばい。うわ、なんかこうほら金色の目やったら、なんか こっちのなんか全部見透かされてそうな雰囲気ですね。黒やとね、なんかね、こうまっすぐこうね見てるような感じですけど、こう金目やとなんかこう完全に見透かされてるみたいな。ピンクはもう完全にあれですね、もうこっちを完全に誘ってる色なんで、ピンクにしようピンクにしよう、完全にこっちを誘ってるっていうね。いや、いいね、あ、かわいい、超かわいいじゃん。で、ちょっと待ってや、仕事と一緒でやっぱりね、ちょっとね、時間は決めてね、きっちり決めてやりたいんで、今が40分なんで、50分にはキャラクター作り終わりたいと。わっ、石も取った、あれ設定し直さなかのじゃ、20分で切れるようになってる。眉毛はね、今の流行りはね、こういうのやねんな、知ってんねんな。そうそう、こういうのはね、ちょっとね、整いすぎてて、今の流行りのちょっとこういう困り眉っていうんですか、このね、これ嫌い、これ嫌いなんで、これやな、これ、あ、ベスト、あ、ベスト、ベスト眉毛、ベストオブ眉毛、いいね、これめっちゃ可愛いやん。ちょっとやっば、ちょっと待って、うわやっば、めっちゃ可愛い、やばいやばい、めっちゃ可愛い、ジャスト眉毛やん。こっちか、こっち一緒か。うわめっちゃ可愛いやん。うわ、一応待って、やっぱ、あ、そういうことか、飛び出てたりするんか。ちょっとね、ちょっと色ついてる方がいい。あ、めっちゃ可愛い、やっぱ。どうするよこれ、これどうするよこれ、夢で見てしまったらもうずっとこれやん。あ、やばいやん、もうそれやわ、うちの奥さんがこれやったらっていうね。やばい、うちの奥さんがこれやったらって言ったけど、うちの奥さんがこれやったら俺とはそうなってないっていう。ちょっとかわいい、あ、やばい、最初これやな、最初のこれやな、めっちゃかわいい、やばいやばい、もう全然あれやっていう。うわ、全然かわいい、全然いけるっていう。ヒゲぐらい生えてても何のそのやな、ヒゲ生えてたってもうこんだけかわいかったら全然いけるわっていう。完璧じゃない、もうやば、顔もこれでいいな。
いや、肌黒くするんやったらと思ったけど、肌ってどこ？うわっ、やばー、これか、これやったら違う違う違う、これ、この2つか、この両サイドのこの2つかやったら、この両サイドのこの2つがええねん。白やな、白、白とかやばい、白とかにしよう。白がめっちゃ美人、うわやば。で、この人がもし年取ったとしたら、こういうおばあちゃんになりますよっていうところを。はっ、めっちゃ美人やん。あ、全然いける、あ、全然いけるわこれやったら。むしろそっちの方かな、タイプ的には。やばいやばい、ピンクのね、エロい。うわ、完全に誘ってるやん、俺のことをっていうね。あ、どうしよう。いや、めっちゃ美人や、もうあかん。目の周り黒くしよう。せっかくの美人の色もんにしてしまうっていう。正統派美女から結局色もんにしてしまうっていう。やば。どうする？色もんになってしまったけど。そうやね、何しても美女は美女やねん。だから結局美人じゃないと世の中そんなんよ。こっちか、これやな。あ、やば、超美人やん。あら、あれ、ちょっとドキドキしても、ドキドキしたかむしろなんか美人じゃない。あ、やばい。あ、いいね、ちょうどいい、二丁拳銃のネタみたい。ちょうどええ。ああ、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 エロすぎる、エロすぎる、エロすぎるよ。これなし。でもやっぱあった方やろ。うん。ああ、やばい。ああ、もうあかん。あかんあかん。ちょっと待って、こうなってくるとよ。なってくるという、ちょっとこれほら目の横までグリッていってる化粧やんけど、そうなんだよ、こういう方がいいんかなと思って。でも色的にはやっぱこっちの黒っていうよりもちょっと青っぽい人かがええな。で薄くして、さっきほら濃くしたからさ、さっきあの下だけしかないと思って。やばやばくないこれ。これぐらいかな。うわ、来た、やばいな、できた、やばい、これはあかんやつや。え、ちょっとぼっちゃりしてる、ライティング具合でなんかぼっちゃり感がすげえ目立つ。これほら、あかん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 、俺が下着、俺が決める。うん、白白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 白、おい、うわ、やばいやばい。で、声がなんか荒れて。これいいよ。みんなこれ選んでそう。みんなこれ選んでそう。あー、みんなこれ選んでそうやな。いや、これ、俺これにしていい？こっちの方がいい絶対。なんかちょっと強気で。なんでこんなあれなんやろな、古畑任三郎の真似したんやろな。どうでしょう、どうでしょう、犯人はあなたです。よし、これで決定だ。てってでー、めっちゃ可愛い、やばい、早く食え、行きたくなってきた。あっ、いいとこ見せな。よし、完成でーす。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ。完璧やんか、満足満足。